はい、皆さんこんにちは、吉田の皆さんです。流行語大賞のですね、お話、途中になってしまいました。時間が来てしまいましてですね。はい、収録のね、収録というか撮影の、途中になってしまいました。続きを参りたいと思います。はい、2004年ですね。はい、2004年からですね。はい、北島選手ですね、水泳の選手ですね、の超気持ちいいというのがありましたよね。はい。これも有名でございました。オリンピックの時でしたっけね。金メダルですかね。獲得した時の、コメントでございました。超気持ちいいというね。本当にね、心からポッと出た。マラソン選手は自分を褒めてあげたいというね、ございましたよね。それと同じですよね。はい。有森選手のですね、96年の。はい。こちらと多分ね、同じような感覚で、本当にね、その場でね、言葉から、気持ちからですね、そのまま素直にパッと出た言葉で、なおかつちょっとね、インパクトのあるのがね、流行語大賞になったということですね。まあ、そう考えてますと、流行語大賞ですね、受賞したものが、本当にスポーツ選手が多いですよね。スポーツ選手とか、まあ、最近で言えばお笑いの方もね、多いってほどでもないんですけどね、ございますけれども、本当に皆さん、日本国民から注目されているものって言うと、やっぱスポーツになってくるんでしょうかね。あと政治とね。はい。はい、続いて、2005年。2005年ですね。自由民主党幹事長のですね、竹部さんの小泉劇場というのもね、有名になりました。そして、出てきましたね。私の、大好きなですね、堀江さんですね。ライブドア元社長というね、いうことで、堀江さんのですね、堀江貴文さんの、想定内とかね、想定外というね、お話でございますね。はい。お話というかね、フレーズというかね、2005年。はい。そして2006年、またスポーツ選手でございますね。荒川静香選手。プロスケーターですね、今ね。イナバウアー。これはまあ、イナバウアーというね、言葉を発したわけじゃないですけど、そのイナバウアーというね、形ですね。イナバウアー、ね、形はまあ、皆さんご存知でしょうかね。これはですね、当時何メダルでしたっけ、あの時。なかなかですね、オリンピックでメダル取れねえな、今年日本、みたいなのがあった時に、私もね、コンビニの新聞で見たんですけども、荒川静香、メダル獲得というのをね、見ましたね。はい、イナバウアー、これはですね、結局ですね、スケートもね、私、詳しいわけではないんですが、点数の評価のポイントっていうのがね、いくつかあるわけですね。そういった中で、イナバウアーという例のね、格好ですね。まあ、こう、のっけぞる感じで滑る、形が。あれはですね、その点数評価に入らないものらしいんですね。入らないものをあえて、見せたと。ね、点数と関係ないことをあえてやったということが逆に評価されたんじゃないのみたいなね、話もありましたが、実際どうかはわかりませんが、本当にですね、そういった関係ない部分でやってしまうっていう、このなんて言うんでしょうかね、エンターテインメント性というか、タレント力というかね、それがすごくね、なんか、そういうふうな選択をした、ご本人がね、そうしたのかですね、わかりませんが、当時すごい話題になりましたよね。メダル獲得したこともそうですけどもね。はい。素晴らしいなと思います。はい。そして、数学者、藤原さん、正彦さんというんですかね。品格というね、言葉がね、受賞をしております。続いて2007年、時間大丈夫ですね。はい。2007年。これはもうね、最近になってきておりますし、有名だと思います。宮崎県知事、元ね、県知事の、東国原秀夫さんですね。土幻化せんといかん。ね、ございましたね。宮崎を土幻化せんといかん。というところが始まってですね、いろんな面でね、土幻化、かせんといかんというね、言葉を発しておりましたし、まあ他でもですね、いろいろ使われてましたね。ギャグとしても使われてましたし、何かにつけてですね、その商品を売りたいがためにですね、あるいはその、お店を売りたいがために土幻化せんといかんをね、使ってなんかね、いろいろですね、商品展開でとかですね、してたことがありました。東国原秀夫さんじゃない人がね、東国原さんね、そのまま東さんですね、有名で、探し軍団のですね、1番弟子でしたっけ ?2 番弟子でしたっけ、でございますけれどもね、はい。よくね、テレビでも、お見かけいたします。はい、同年2007年、石川遼選手、プロゴルファーでございますね。ハニカミ王子ということです。これですね、ハンカチ王子っていうのがですね、流行ったんですね。その同じ年なのか、その前の年かわかりませんけどもね、甲子園のですね、彼は名前なんて言ってましたっけね。はい。うん、彼ですね。
まあ、そこでなんとか王子なんとか王子ってのはね、ちょっと流行ってたんですよね。だからどっちかというとそのハンカチ王子先発っていうかね、ハンカチ王子の方が先だったよみたいなね、感じありますけども、ハニカミ王子なんですね。スピードランニングの今ね、CM してますけど、石川遼選手ね、受賞2007年でございます。そして2008年、本当に最近どうなってまいりました。江戸晴美さんのグーってやつですね。はい、江戸晴美さんも最近見ないですよね。ネットの、インターネットの番組ではね、見かけするんですけども、ちょっとね、最近普通のですね、地上デジタルの方ではですね、なかなか、見受けができないんですけども、江戸晴美さんね、頑張っていただきたいと思います。グーですね。そして、天海祐希さんのアラフォーですね。これドラマかなんかで、ね、あれしたんでしょうかね。ちょっと僕も、この、ドラマ見てないんでわかんないですけど、アラフォーね、私も完全なるアラフォーでございますけどね。はい。でございます。はい。そして2009年。鳩山、内閣総理大臣ですね。政権交代。ね。そうか、この年だったんですね。自民党、民主党ね、政権交代ということで、民主党が圧勝と、圧勝という形でですね。政権交代がですね、したわけですね。まあ、結果的にですね、自由民主党をやってることはですね、そんな変わんないんじゃないの？マニフェスト通りやってんのとか、国民のこと考えてんのとね、消費税ね、上がっちゃうこと決まっちゃったけど、法案通っちゃったけどね、8%、10% っていうね、段階を経てですね、いいのっていうね、同じじゃねえのっていうね、感じがします。これはですね、まあ、政治も詳しくないんであれなんですけども、まあ、とりあえずですね、やっぱりですね、政権を取ったらですね、まあ、アメリカの言いなりまでいかないんですけども、やっぱりですね、アメリカ寄りっていうかね、なってしまう部分があるんですよね。そういった意味でですね、やっぱり同じような道を歩んじゃうんじゃないのかなっていう気がしますね、自民党とね。だからこれどんな党になってても一緒。もっと言うと、どんな内閣総理大臣になってもそんな変わんないんじゃないかっていうね、気がいたしますですね。これちょっとね、もっと、いろんな複雑なですね、時間、大丈夫。まあ、ね、ことが絡んでくれたら何とも言えませんけど、2010年、おととし、はい、ゲゲゲの何々、これが受賞しましたね。記憶に新しいことだと思います。はい。これはゲゲゲの女房、ね、ゲゲゲの女房作者、なんて読むんでしょうか、ちょっとわかりませんけど、こちらの方が受賞ということなんですが、ゲゲゲの女房ね、ゲゲゲの鬼太郎をね、書いた作者、水木しげるさんの、ゲゲゲの女房っていうぐらいですか、その奥様の、あれですか、自叙伝って、自叙伝というかね、自叙伝というか、その、まあ、奥様のお話を、書いたんでしょうかね。ひょっとしたらこの作者の方は、奥さんご本人でしょうかね。ちょっとわかりませんけども、ゲゲゲの鬼太郎の、ね、水木しげるさんの奥様、このドラマはですね、私見てないんでわかりませんが、ゲゲの何々受賞ということが2010年でございました。そして2011年、はい、日本サッカー協会女子委員会、なでしこジャパン。あ、ね、女子のサッカーですね、なでしこジャパン、こちらがですね、受賞ということですね。女子サッカー、本当に盛り上がってね、言っておりましたけど、そしてとうとう2012年となってまいりました。はい、2012年ね、何が受賞するんでしょうかね。もうこうしてみると僕はお笑いの方の言葉ってのが多いかなと思ったけど、そんなでもないんですよね。ですので今回ね、スギちゃんに、ワイルドだろうでね、ぜひぜひね、受賞していたいと思いますね。2003年のね、鉄腕とともなんでだろう以降ですね、江戸晴美さんのグーはありましたけども、男性お笑い芸人としてはあんまないんですよね。東国原英夫さんはね、お笑い芸人としてね、受賞したわけではないですからね、2007年、土原河川というかね。そうなんですね。スポーツ選手多いですね。はい、ありがとうございます。ということで、2012年ですね、流行語新語、大賞ですね、ノミネート50が発表されましたけどもね、どんな形になるかわかりませんけどもね、ちょっと交互期待という感じでございます。ということで、以上でございます。ありがとうございました。